お前がこの業界で上を目指そうという気持ちを俺は肌で感じ取れた。そのだけでも今日は来た甲斐があった。中野の勝負は勝たなきゃ意味がない。だからこれからも勝ちを狙って中野の勝負やるんだ。今日をきっかけに親子ほど年の離れたお前、俺をプロレス界のパパって呼んでいいよ。パパはちょっと変だな、お父さんにしよう。俺が責任持ってお前を育ててやる。お父さんについてこい。まさかお父さんになると言われるとは思ってなかったから、お父さんになりたいって言うんだったら娘になってやってもいいけど、お父さんと呼ばねえクソジジイって呼んでやる。次の相手、武田正史。一回武田正史にはシングルで負けてるから借りを返す。次の相手、武田正史には勝つ。それだけです。
やってほしいなって思ってます。私が配達して辛く当たってきた選手たちがこの1年間どう過ごしたかっていうのは分かんないですけど、プロレスつまんなくなっちゃった人もいるかもしれないけど、でも糧になってたなら私の存在意義があるかなと思うから、糧になりましたって嘘でもいいから言っといて。だけど私が孤独を感じなかったのはレブランドエネミーのユニットメンバーみんながいてくれたからだし、解散する気はないですよ。反逆者ではないけど反逆者と外敵変わらずユニットでやらせてもらいます。4月11日タッグベルトに挑戦が決まってます。私フィフチャーの凱旋前にマジで2冠になっちゃうから、なんだ超破壊タッグを組んだからにはやっぱりベルト欲しいじゃないですか。いつですか？じゃあ4月の24日アイシルはここ後楽園ホール大会でどうですか？いいこと言うばかりに。イエーイ。なんとしてでもね、4月18日のリフ凱旋にこのベルトはもう死守しなければいけないという私の人生の使命なので、なんとか守りきることができました。これでタッグのベルトも取って、リフ長凱旋も無事に開催できたら、私はもう燃え尽きます。本当にもう十分だ。教えることを経験する選手って変わると思うんですよ。私も立場が人を変えた選手だと思うので、そういう意味ではユキヒは反逆っていう、まあ、あの肩書きって言ったらおかしいですけど、そういう位置についたことによって客観的にアイスリムを見れたわけじゃないですか。だから自分のそのすべきことっていうのをユキは分かって、それを吸収した上での挑戦だったのかなと思いました。